生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつはうちはまだだ。ずいぶんと遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな。鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったが。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。果たしてその威勢、本物か見せてもらおうか。お前の勝機は見えろ。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。よっ、で、た、うえ。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は五影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。この感じ、奴に近いものを感じる。だがそれでも俺には届かん。お前は柱間ではないからな。あなたの車、ゾンビ相手に手加減はしねえ。美獣惑星螺旋聖剣、絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中にはないか。カカシ、動きが鈍いぞ。世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。
俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。するだけだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだだ、うち。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。所詮借り物の目、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。距離を取るか、目は取るか、よし、行きに行く。さらばだ。フン、今度ははっきり分かんぜ。カムイ、大輝、てめえの苦しがる顔がよ。フン、メンバーはさらばだ。カムイ、ナルトを守ることが未来につながる。それなら大輝。する前にジリジリに吹き飛ばす。撃て。